大げさな。気絶ぐらいで。心配しますよお母さん、まだまだ大事なお体なんですから。おふくろ、年寄りだって自覚持ってくれよ。店のこともあるんだから。でそちらのお嬢さんは？まさか彼女？ははそれはないよ母さん、カズヤだぞ。そうよね、カズヤですもんね。彼女だ。はじめまして、水原千鶴と言います。お見事。ラインじゃ。はあ、早速帰って歓迎の宴の準備じゃ。無茶言うなおふくろ。お前こそ何言っとるか。カズヤがこんな結婚有料ナイスバディの別品を連れてきた。結婚有料バディ？20年間女っ気なかった。あのカズヤが ところでお主ら、もうセックスはしたのか？ばあちゃん！そうじゃ、他のばあさんたちは呼んでくる。え？他？孫に彼女ができたら紹介してくれと言われとったんじゃ。やばい、どうしよう。なんだよそんな焦って。入院してるの？え？うちのおばあちゃんも入院してるの、この病院に。だからやばいって言ってるでしょ。とにかくここから出なきゃ。ちょ、みんなこっちじゃ、こっち。とにかく別品でのばあちゃん、あんな別品さん。やばい、来た。こっち。空き部屋。ここにいたら見つかるのも時間の問題ね。引きつけるとってどうやって？そんなの自分で考えてよ。え、そこは確か空き部屋。何のためにどうかの。おらんか。姫、しずる姫。ま、これよっぽどピンチなんですけど。ちょっと何考えてんのよ。いや無理言うな。これ以上やったら事務所に通報するわよ。バカ、動くと余計。大丈夫ですか？病院の外に行くと言っておったの。何？恩に来ます。星は外じゃ。この距離やばい。なんて細くて。だらレンタル彼女だっつってるでしょ。千鶴？千鶴じゃないの。おばちゃん。この子がカズヤ君？じゃあナゴミさんのお孫さんの彼女って千鶴なの？それってまさか。ごめんばあちゃん、本当は俺彼女なんて。カズヤさんのおばあちゃんとうちのおばあちゃんって知り合いだったんですか。なんて偶然、運命かも。千歳さんのお孫さんだからこそこの八面玲珑なナイスバディなお嬢さんに育ったんだと。あらやだ。